いい？いいよ。はい、リエルでーす。なんで笑ってんの？今日は、なんだ、夏をみんなで乗り切ろう。ね、もう話が、よく聞くのが夏いっぱい枯らしちゃうからね、うんうん、何回かこう動画上げてますが、とにかくもう一度確認ね、うんうん、その苗が来てからね、そのどうすれば夏乗り越えられるかね、これをちょっと、1回じゃ無理でね、また長くなるね、はい、うん、とりあえずだけ一番、まず一番大事、大事なのは環境ですね。これを分かってください。それも細かくっていうか、こう感覚ね、うん、感覚でいきましょう。ね。うん、そのまずね、だけ水、風、太陽、なんか土。土。ね、そういうことやな。うん。うん、で今までの考えを皆さんぶっ壊してください、はい、ね、ぶっ壊して一回やってみてください。いっぱい枯らしちゃった人はね、うん、で周りも怖い怖いって言うけど気にしないでください。怖くありません、うん、ね、例えばここの環境はいつも言うけど夏55度になっても、お水をあげても大丈夫です。風があったらっていうことですね、うん、ダメダメじゃない。何いいでしょ、うん、そうだよね。だけどそのまず怖い人は今までの使ってた土を、別に鹿沼じゃなくても大丈夫です。その水はけのいい土ね、うん、水はけのいい土に植えてあげるだけでお水をあげても早く乾くっていう環境を作ってください。それも風がないと乾かないね、うん、夏ね、特にね、これからね、だけど風も大事ですね。そして遮光しすぎが一番ダメね。ダメ。もう苗が不健康になります、うん、ね、もう遮光しすぎダメ。ダメ、ね、特にそのベランダとかそういうとこはもう明るかったらいいです。直射日光はいりません、うん、夏はもう光が強いからね、うん、明るいとこやったら大丈夫です。真っ暗のとこはダメです、うん、ね、で風ね、ちょっと、余裕のある人は扇風機ちょっと当ててあげると、昼間だけでもね、うん、当ててあげると水あげた時に早く乾くから多肉はちょっと水吸えて、それでいいんですね。水切りすぎると、ダニやら何やら出ます、ね、早明けとかね、うん、それが弱る理由やな、そうやな、うん、うん、そうそう、あげないことはね、そう、だけどそれでもそのダニやら何やら怖い人はそういうお薬売ってるからね、うん、こうやってあげたらいいね、うんうん、でもあんまりだけ水切らんやったらその変なことになんないよね、うんうん、その水やりが怖いっていう人は水はけのいい土と風やね、うんうん、そう、だから風よな、うん、風がすごい大事やからな、これは自然のあれやからな、難しいんやけどな、うんうん、だけど軒下とかやったらもう全然その一日中日に当たらないでいいですね、うんうん、だから遮光しすぎ、特に遮光の動画も見てください。遮光ネットで風を遮っちゃうからね、うんうん、これが一番ダメですね、うん、怖いと言いながら遮光するのはもうダメです、うんうん、もう逆ですね、逆効果ですね、うんうん、だけどそう水を切らないようにな、うん、なんか伝わるかや、いろいろいろなんかコメント見たけど難しいかな、うん、もうちょっと伝わっていいかなって思うんだけど、こう説明が下手ですいません。伝えたいんだけどな、うーん、そやな、だけどお水切りすぎはダメですね。じゃあ究極言っちゃおうか、究極言うの、究極ね、うん、いやそうかわいそうやからな、じゃあ究極言います、
究極は、もう抜いちゃいます苗を言っちゃいましたね。抜いたら死なないよね。取る？何？抜いてこの状況？うん、そうね。そうね。そうね。うん。この状態でいいです。ね。これ最高やからね。できるかな。うん。だけどその答えは1個じゃないんだよな。うん、で6月とか、7月ない買った人は、こういう状態にして明るいとこ、直射日光じゃないですよ、明るいとこに置いといてあげたら水もあげないでいいです。うん、枯れませんね。ちょっとはちっちゃくなっちゃうよ。うん、いや、うん、そう、自分の水分使うからな、うん、でも周りからきれいに水分使っていくから、大分の人は多いね。うん、多いね。このまま夏越す人がね。うんうん、でもここ俺なんかは植えるからね、そう、植えた方が面白いからね、で夏の顔も見れるしね。でももうどうしても本当に怖い人はもうこうしたら大丈夫ですね、うんうん、要は根っこの群れで死ぬからね、うんうん、そういうことやな。あと梅雨が怖いって人。梅雨、うん、梅雨なんか怖くありません。あのなんか軒下に置けなくて、うん、雨ざらし鹿沼でも3、4日水やったらダメでしょっていうコメントがあった。いや、ダメじゃないけどね、風があったら、ね、うん、うん、そうそう。で、まあ種類にもよりますが、ね、伸びやすいやつと別にあんまり伸びないやつといろいろおるからな、うん、一概には言えんけどな。うん、雨ざらし、うん、そうやな。だから水はけよくしてな、風を作ってあげることやな、うん、うん、そうやな。あとはもうベランダね、ベランダだと風が入るって思ってる人が多いです、うん、でもね、中まで風は入んない、入ってないことが多いわな、うん、そうそう。だけどそうね、ベランダに扇風機ある人もいるしね、うん、うん、そうやね。でその辺はまあ夫婦喧嘩されても困るのでね、あれやけね。伝わったかな。あとはもう経験やけん、ダメになる子もいるかもしれんけど、それを気にしなくて。いや、でもね、あの やられすぎ、うん、やられすぎ、うん、あと高温障害になったりな、あ、うん、とにかく高温障害はもう重症になるともういっちゃうからね、その辺をね、うん、高温症がね、うん、そうね、どうなん、どうなん、どうしてればいい、いい、コメントいっぱいください。うん、な、もう答えていくしかないからな、分かんないことが分からないからな。あとはもう本当環境で違うから、うん、そう、そこをね、楽しむ、何回も言ってるけど、うん、そうね、うん、もう本当何回ももう一回言います。言えてないよ。水はけの良い土に植えるな、うん、水はけの良い土ね、うん、で風、うん、ね、もう全部一緒やん、動画やってるしな、うん、ね、で太陽ね、太陽を浴びせてあげないとな、苔を怖がらないな、水切ってなかったら大丈夫な。でその直射じゃなくても大丈夫、夏はね、明るかったら絶対大丈夫やけ、うん、ね、で水をあげることね、水をあげる。だけど水はけ悪い土で水あげると濡れてる時間が長いから枯れちゃうからね、群れてね。だけど水はけいい土、もうこれしかないもんね。あと教えようがないな。どう、どうですか。何かありますか。やっぱやってみないとわからないよ。そうだな。でとにかく55度でも週2回も3回も水ぶっかけても枯れないんですね。っていうのは環境やから、それを自分ちなりのね、もう水切ることはもうやめてください。
ね、うん、本当に行っちゃうよな、うん、な、そういうことやな、うん、OK? OK OK? OK か分からんけど、うん、OK? いい、うん、よし、そういう感じでちょっとこう夏までにこういろいろなんか考えて伝えられることがあったらやっていきますんで、とりあえず今回第1回ね、基本のおさらいね、おさらいね、一応何個か出してるよね、枯らさないためにとか、うん、遮光とかね、うん、それで頑張ってみんなで乗り越えましょう、うん、ね、 OK、うん、いい、なんか言うことない、あの1個だけ、何ですか、夏に向けて枯れ葉を取っておきましょうね、あと観察をよくしましょう、あ、下葉の枯れたやつを取ってあげておいてください、うん、要は風通しよくするようにな、うん、蒸れたらカビが出たりするからな、うんうん、そういうことやな、そうそうそう、俺も取り出したな、うんうん、よく観察してあげてね、そうやな、うん、そうやな、うん、ということでいいですか、うん、でコメントください、どんどんください、もうもっとくださいな、うん、よし、じゃあ楽しく多肉をやっていきましょう、うん、ね、 OK? OK、 はい、じゃあご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、はい。